金を使ったのが飲食店の時短協力金ですね。これに約7000億ドルをしたんですね。でこれも申請は終わってますので、もうこれ以上は増えないんですけど、約7000億投入しています。でもう一つが病院の病床確保のための費用ですね。あのコロナの患者さんが入院するためには病院 のベッドを上げとかなくちゃいけませんので、開けるためにはその分の営業保証を病院にしなくてはいけません。でこれがおおむね、まあ、特によく言われるように病院はベッド1床1年間で1億ぐらい営業利益を出すと言われてますけど、その分を保証しないといけないですね。結局今まで神奈川県では病院の空床保証約もう5000億近くもう使っちゃってます。もう投入してます。で現時点で実はまだこれ続いてます、病床の確保の方は。あのというのも、あの国はあの第2類相当から5類に変えるというのはもう明確に決まってるし、もうなってるんですが、細かい規定とかはっきりしないところもありますし、またですね、万が一またコロナ出た場合どうするんだというので、神奈川県としては昨年度令和4年度の実績をもとに令和5年度分もあのベッドの病院の空床確保のお金だけは用意してあるんですね。でこれが令和5年度で約1300億用意してありますので、まあ、常にあの予算も成立してるんで、まあ、そういう意味では神奈川県ではあの空床あのコロナで、入院できないという状況は多分令和5年度はないはずだと思うんですが、過去に比べて。ただいずれにせよこの2つで神奈川県としては突出して金を資金を投入しています。で、まあ、私自身もいろいろ直接ご意見いただきます、うん、県の行政の方にも地域はじめ行政の方にも来るんですが、病床保障に関してはあんまり問題あるっていう指摘人はそんなにいらっしゃらないんですね。病院に空室が空いてる、ベッドを空けていただくために保障するということに対して批判は少ないんですが、飲食店に関しては、飲食店の時短営業協力に関しては賛否両方なんですね。でこれはちょっとしっかり検証して、しないと将来に生きないと思うんですね。もちろんあの飲食店の方からは中には助かったという人もいるし、いやこんな金額じゃ足りないよと、全然赤字だという人もいらっしゃいます。で逆の立場の人からすると、なんで飲食店ばっかり保証するんだと、他の業種もすごい困ってるじゃないかと、なんかおかしいんじゃないかとセンスだと、こんな話もいっぱいあります。であとはですね、今回国 の, あの持続化給付金の時に支給された給付金を支給する団体が一番儲けちゃってるんじゃないかと。で県でも、まあ、ちょっと似たような現象があって、飲食店への協力金は、まあ、ある業者に委託をするわけですね、職員ができないこと。でここもそこそこ、まあ、200億単位の金を業者に出してるんですね。でこの辺も検証しなくちゃいけないと思うんで、あのこの新型コロナウイルス感染症の問題は、このいわゆるパンデミックというのは今後は永久に起きないなんて保証どこにもありませんので、あの、まあ、神奈川県としては特に予算額を投入したこの2つの事業は令和5年度しっかり検証しなくてはいけないと考えております。で日本の場合はあのSARS、マスがあった時に日本感染者出ませんでしたってほとんど。で他の国はその時にパンデミックを経験してますから若干冷静だったと思うんですね。で日本は事実上今回こういうのが初めてでしたから、慌ててやったところも正直あったと思うんです。混乱もあったと思うんです。だから多分ですね、ある日本として国としてあるお金を相当投入したんですけど、非効率な部分とか無駄な部分、もしくは他にもっと使った方が良かったら多分相当あると思うんです。でこれは将来に向けての課題としてしっかり検証をぜひ私も県会議員の立場からさせていただきたいなと思っております。まあ、県会議員として今度4月9日に当選しますと、